炭治郎禰豆子のこと大好きやけん一番最後に殺すと思う。絶対好きなもん最後までさ残しとくタイプやん、食い物とかも。だけど一番最後に無残まで殺した後でよし殺す、禰豆子鬼殺すめっちゃいいわしでよし鬼やし絶対あいつちょっと気持ちよくなっとる、鬼殺して絶対ちょっと気持ちよくなっとっちゃう。素晴らしい、最高や。あとめっちゃサクサクいったのもすごかったしね。サクサクやったくない？アニメ終わってないけん後半のことは話さんけど、途中でさ加減の鬼全部殺して鬼舞辻が、あんな展開見たことない漫画で。加減の6のルイでさえ、おい炭治郎は負けてるからな。ルイ殺したのも別に富岡さんなんよ。あいつが一番6よ、加減の6。お前5とか4とか3とか殺さんかったら炭治郎もう生きてないのに、生きてないのにさ。あれマジですごかったよ、結構衝撃やったもん。サックサク行きすぎやろマジで、びっくりしたあれあれマジびっくりした。無惨が感触持ちやけん、お前感触起こしてお前何でもかんでも言ったろうがさすがにやりすぎやけん。いや結構さっぱりは、あれも美しいと思った。漫画の作り方的にはさ、やっぱ引き伸ばしたい、作者的にはさ、作者的には絶対引き伸ばしたいと思わん。マジですげえなと思って、そう絶対引き伸ばしたかったであろう、これはめっちゃすげえなと思ってとんでもなかったよね。鬼滅マジですごいからな、作者が。いや終わり決めとったとしても、やお前あんだけ当たったらちょっと伸ばしたくなるって人は。マジですげえと思って、そうあんなに綺麗に終われる作者すごいなと思った。女キャラ誰をして、鬼滅の女キャラ誰が好きかいな俺。誰かな、俺基本的にどのアニメとかどの漫画とかもあんまり女キャラにフォーカス向かんちゃんね。鬼滅俺一番好きなのは鬼滅の刃ガイデンに出てくる加減の2か3かなんか、あ煉獄さん、煉獄さんが柱になった時倒した鬼が一番好きやったっちゃけど、元新選組のあいつめっちゃキャラ立ちしとったのにさ、ガイデンにしか出てこんって。鬼滅の刃さ、ガイデン読んだことないやつ読んだ方がいいぞ。漫画一巻だけで終わっとって煉獄さんが柱になる時の話が書いてあるっちゃけど、あいつめちゃくちゃキャラ立ちしとったしすげえ良かったんやけど、おもろいよねあのガイデン。あれあいつさ、あいつがガイデンに出てくるにはもったいないぐらいしっかりしてなかっためっちゃかっこいいし、そう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 、なんかバックボーンが良かった。バックボーンが超いいけんマジ読んでほしい。言いたいもんあいつの良さ1から100まで語りたいもん。でもガイデンみたいなやつ多そうやけん、あそう入ろう大好き。あいつの作り込み超、いやってかそうですね、鬼側作り込んののがいいよね。いやあいつ普通に本館乗っ取っても良かったと思っちゃうけど、すごい良かった。いやってもともと新選組っていうのも良くない、わかる。すごいあいつ良かったんだけどな。